はい、どうもすだちです。今回も僕の飼育している爬虫類を、紹介していきたいなと思います。生態の、紹介動画ばかりですが、どうぞお付き合いください。それでは見ていきましょう。はい、今回紹介するのはちょっと、なくて低いんですけど、グリーンパイソンのおしぼりちゃんです。この子は、美薬さんのグリーンパイソンになります。で、モルフはレモンフロストというモルフになります。ごめんなさい、嘘です。モルフとかは特になく、ただの美薬さんのグリーンパイソンになってます。ただ、この後、ハンドリングするんですけど、その時にこの子をちょっと、この子の色合いを見ていただければ、なぜそういったかがわかると思います。では、ハンドリングしていきましょう。よいしょ。はい、ハンドリングするとこんな感じです。こっちらしい。はい、グリーンパイソンの美薬さんのおしぼりちゃんです。この子はベビーでお迎えした時は、赤い個体だったんですけど、3年経って、こんな感じです。全然黄色いんですよね。もう3年4年目ぐらいになるんですけど、全然黄色いんで、もうグリーンじゃないよねっていう感じなんですよね。なのでこの子にモルフ名をつけるとすると、レモンフロストがぴったりなんじゃないかなと思って、先ほど言ってしまいました。すごく綺麗なんですよ。で、尻尾がこれね、尻尾なんですけど、ちょっと薄い淡い黄色なんですね。すごく綺麗な子なんですよ。全体的に淡い色の子で、とても綺麗なグリーンパイソンです。で、この子はまあ見てわかるようにハンドリングができる子ですね。結構グリーンパイソンって荒くて怖いイメージがあるんですが、この子は大丈夫ですね。まあ、ただ油断してるとやられてしまうので、しっかりとこの子と相談しながらハンドリングしています。で、結構ここに今がっちりくっついているんで、はい、こんな感じです。どうでしょうか。グリーンパイソン美薬さんのおしぼりちゃんの紹介です。こっちがしいよ。ういういう、こんにちは。どうですか？居心地は悪いですか？あ、うん、結構不満があるそうです。戻してあげましょう。
ということで、グリーンパイソンのおしぼりちゃんでした。本来は、グリーンパイソンとか、樹状性のヘビっていうのは、性格が荒く飛んでくることが多いので、ハンドリングする際は、その子と、相談しながら気をつけてハンドリングしてください。それでは、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。もしこの動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次の動画でまた会いましょう。バイバイ。